どうもバーンです、えー、本日は2本目の動画となりますどうぞよろしくお願いいたしますタイトル「ま、ね、ことしやかなコメント」がねということでタイトル「まことしやかなコメント」ちょっと前のーバーン TV の動画でね、えー、バーンが「行動走行キックボード」 というようなね、えー、正確なタイトルちょっと言っておきますね。キックスケーターで行動走行か。というようなね、えー、タイトルの動画をアップロードしています。でここのね、えー、コメントの中でですね、えー、田中太郎さんという方がですね、キックスケーターのタイヤゴムタイヤにした方がいいですよというコメントをいただきました。ちょっとこれはね、これ正直初耳だったんですよ。 どう受け止めますかねこれちょっと。えっ、ー、とですね、キックスケーターのタイヤっていうのはですね、インラインスケートの技術の延長線上で成り立ってるんですよ。で、ゴムタイヤにした方がいいっていうのはですね、えー、っとですね、一つはの、大口径ホイール。それこそですね、えー、っとですね、キックスケーターのタイヤって、ね、基本4インチなんですよ。で、これがですね、 えー、まほとんど、子供用の自転車に等しいようなタイヤぐらいのサイズになったら、エアタイヤの方がいいんですよ。なんですけれども、もはやそれはもう、キックボード、キックスケーターと呼べるのかな、というようなね、レベルの商品です。実際そういう商品もあるんですよ。あの、このくらいのね、 子供用の自転車ぐらいのね、タイヤのキックスケーターもあるんですけれども、じ、事実上ね、あの、この方、田中さんという方は、交換を提案されてるんですよ。でね、交換で、えー、キックボードのタイヤをゴムタイヤにした方がいい。これ、どう受け止めたらいいのかなと。ね、ちょっとね、興味があって聞いてみたんですよ。でね、 えー、具体的にはどんな製品がおすすめなんですかと。で、実はですね、バン TV、かつて、えー、キックボードの、えー、レースで日本一になったことがあったっていう話は前にもいたしましたけれども、その際にですね、まあ、各社いろんな、まあ、バンこだわり賞、懲り賞なんで、もうあるとあらゆるメーカーのね、タイヤを、タイヤじゃないホイールをですね、走行テストをいたしました。 で、1、えー、蹴り1キックで何メートル進むかっていうね検証を徹底的にやったことがあるんですよ。その結果やはりインラインスケートの技術の延長線上ということもあってインラインスケートの、えー、材質ですね、まあ、要するにオリジナルの、えー、ホイールこれが最も、えー、かす 滑走に適しているという結論にね、えー、達しました。でそこに来て、の、エアタイヤということでですね、で、まあ、どんな製品ですかってね、まあ、聞いてみたんですよ。で、僕はもう、数十種類のキックスケーター用タイヤを比較検討してきた、えー、まぁ、あ、身としてはですね、大変興味がありますと。言ったらですね、この田中さんって方が、えー 商品というより自作という感じになります。んとかいう感じになりました。ね。で、そこでですね、自作タイヤを自作これはちょっと、正直もう、この時点で取り繕いなんかなというふうには、まあ、匂いは感じましたけれども、 のそもそもこの方が提案してきてるタイヤっていうのがですね、エアタイヤなのかどうかって、のをちょっと確認したかったのでエアタイヤでしょうかって聞いて、その後ですね、さらに、えー、そもそもキックボードのタイヤ、キックスケーターのタイヤをですね、自作したっていう人ですね、正直見たことがないんですよ。で、見たことがありませんって返しました。でまあ 実際問題、インラインスケートの技術の応用なんで、インラインスケートのタイヤを自作するっていうのはですね、もうかなりの設備が必要になってくるわけですね。で、まあ実際かなりの設備が必要にな,りなってきます断言した上で、詳細な情報をまあちょっと教えてくださいというふうにですね、返しました。で、まああの、まあそうしたところですね、 あんまりと。正直やばっす。す、まあ、やばいですよね。まあ結局のところ。ネットで。これ前前からバンティーーが言ってる通りなんですけども。なんか突っ込みどころがありそうだなと。 なんか指摘しどころがありそうだなというような動画を見つけたら、まあ、適当になんか突っ込んどいたるっていうような人がですね、最近多いんですよ。その象徴がこれですよ。あのね、ちゃんと質問してるんですよ、こっちは。エアタイヤっていうことですかちゃんと答えてくださいよ、田中、田中さん。で、 もうちょっとこれはもうかんもうこれ完全と僕はもう断言しますたわごともう虚言と言ってもいいでしょうエアダイヤを4インチホイールしか適合できないキックスケーターで自作しろ まあまあ不可能ではないにしろうーんこれはひどいコメントですね確かにねエアタイヤっていうのはあの非常に優れた走行性能を発揮しますですけども4インチなんですよたった直径1 0ンチ弱のタイヤで人間7 0キロぐらいのですね体重を支える空気圧を確保しようと思ったらですね 空気圧は大変ななことになるんですよで、えー、そんなエアタイヤを僕は正直見たことがないですで実際その,あのエアタイヤが実現できたとしてかなりの空気圧が必要になってきますしそもそもそれに耐えうる材質のゴムがあるのかどうかということすら怪しいというふうに言わざるを得ないです。 エアタイヤで最小径のものは、えっ、ー、とね、あるにはあります。あの、キックボードであるんであ、あの、レーザー系のキックボードであるにはあるんですけれども、僕、あの、かつて持ってました。あのー、あれ何インチだったっけなえぇ、ー、6インチか8インチだったと思います。で、あの、アクロもね、えー、走行できて、あのー、 かなりいい製品だったんですけれどもやっぱりあの、ね、僕は4インチが好きなんですよでないと、まあ、携帯性にね、えーまあ、かける正直あの8インチ、うん、10インチとかいうタイヤのおキックボードキックスケーターは電車の中持って入るのがですね事実上困難になってくるわけですよ、まあ、困難っていうかですねあのパッとは使えないですねあの自転車 を電車中持って入る人もいいるぐらいなんでまあ、もちろんね可能は可能なんですけれどもえー、普段使いつまりもうあのもうこんだけの溶石のもうもう言うたらあのキックボードってスティックボードっていう別名もあるくらいなんですよスティックまさにこれですよね棒なんですよもうこのくらいのね感触のものもうこれはちょっと大げさか言うたらあー コンンポーネント的にはねこのくらい、このくらいのもんで、えー、構成するというのがですね、非常に使い勝手が良くて、で実際僕、えー、4インチ以上のモデルもかつて持っていましたけれども、全部今はもう知事にあげたりとか、えー、ヤフオクで打ったりとかしてですね、手元にはないです。今現在使っているキックボードは、現在、 5台ありますけれども全部4インチですというわけで、えー、何がいたかったのかまことしやかなコメントにはご注意ください本日の動画は以上ですではまたバイバイ